一日お疲れさん、どうすくです、とどむです、ジョンです、よしいです、世界監督です。今日の企画は夏にムラムラする瞬間20。遅くなってまいりましたね。これ確か毎日年やってるよな。もうこれはもう欠かせない恒例行事を。そう、3、4年目、あ、そうな、3回目、監督がね、なんか初登場、初登場これですからね。僕おもろいですよね、この企画ね。面白いです、はい。まあ今年の夏にもね、ムラムラ、はい、どういう瞬間にするのか、はい、それを出していきたいと思います、はい、それではやっていきましょう。気づいちゃった、はい、はい、やばい、脇汗びちょびちょー。おそれがもうムラッとしたよっていう。やっぱびちょびちょっていうワードと汗が日頃出てくるとかちょっと、ね、なるほどなるほど、おーっと思いますよね。でグレーの新設を着ててほしいよな、はい、女の子には。それを言うてんの、うん、はいはい、はい、だからそれで言うとですね、ノースリーブ脇、はい、いやそうそう、はいはいはい、最近そのノースリーブ脇いいなって俺1年ぐらい目覚めたんですよね。これってさ、パンチラで言ったら袖ある方がいいやん、パンボロなわけやん、ノースリーブ脇。まあね、はいはい、ノースリーブと袖ありのチラ脇はどっちがいいんですかって話ですよ。あ、でもそれは言ってたノースリーブ。おお、そっちは丸出しで。これノースリーブの方がいいよね。これに至ってはそうなんですよ。面白いな。これはなぜか分かんないですけど、逆っすよね、パンツとは。逆、ね、逆、確かに、うん、ね、なんでやろうな、音がチラリズムに憧れがあるという。ここでやっぱ負担されてるからじゃん。あ、そもそも撮影線の口の中みたいなもんだ。そう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 、ね、あと脇自体別にエロくはないからじゃない。ああ、そう、パンツはそれがエロいから。確かにね、はいはい、ゆるだぼ T から見えるわけじゃない。あ、はい、そう、ノースリーブも好きやけど、このやっぱゆるい、はいはいはい、ビッグ T シャツみたいな、さっき言ってたね、やっぱ多いから、あのパンチラ的なね。そうそうそう、うん、あそこからのこう覗き見えるのもやっぱいいよなっていう。でも夏と書いて脇と読むのかも。男はその目で脇20、脇20、脇20やりたかったけど脇20じゃ伸びないから夏の選手、夏の選手でしょ。無理やり、すごいっすね。いや、これマジ30ぐらいなってくるじゃないですか。わかる、足だったよな。かもね、俺足だったよ、絶対ショーパンの。絶対これほんまに20前半とかしたら絶対カニバガとか言うよな、水着だとか。脇と言いつつその乳を見ようとしてるくらい。それ俺ないんや。まあまあまあ、こことこだよ。そうそうそう、ちゃんと知ることわかるよな。俺そこはないんだよ。脇って言ってるけど脇なんて話はある。そう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 、乳なんていう、セットやセットって言った。山のささがいめ、どこからが山って呼べるの、あの斜面が。そうそう、登っていくのか。県境、県境に。そうそうそう、おっぱい、わけなるほどな、三福のためよ。いいですか、やるやん、気になるよ。群馬、茨城みたいな。できますやん、結構やん。おっぱいとわけでやろうよ。いいですか、はい。え、ちょっとかぶっちゃったんですけど、あのノースリーブとキンキン生っていう、ちょっと下ネタやな、これ。違います、キンキン生やつ、違います、生やから生ビール。あ、そうだ、ワンワンでしょかないと。違う違う違う、おっさんやったじゃないですか、敏感になりすぎやって、お前ら敏感とかもちょっと。違う違う、そんなだったら食べれへんねん。生ビールのことやん。あ、生ビールか、何前何使ってないの。ビールか、使ってない、ビールかよ。書いてくださいよ、ゴロやろうが。それは時代なんです。ゴロの気持ちの方がええやろ。ダメ、配慮の方が大事な時代だよ。説明してください。ロマンティーのキンキン生、ロマンティーのキンキン生、ノースリーブやっつってんだ。しゃべらせか、言いますと、僕最近あの思ったんですけど、あの脳水を着た状態で緊急生をこう飲んで、はい、この状態で、あの写真とか、ああストーリー、まあ、インスタで上げるとかやっていこうじゃないですか。あれシンプルにめっちゃもらってくるんですよ。ああ、じゃあ分かるかも、分かる。あの構図ってすごいなと思ってて、だからまあなんかあのこれをちょっと何気なくストーリーとかで友達と飲んでる時にそれやると、こう世の
男性がちょっとムラッとするから、まあ、好きな子にもしかしたらアプローチになるかもねと思って、なんか写真から熱気伝わってきますよね。する熱そうだなみたいな。このセットめっちゃいいな。確かにね、いいな。確かに。でももうビキニあげるのはちょっとあからさせやねん。せやねん。そこからサウナ女子でちょっとやっとてくる時代が終わって、もう次ギンギンなますもんね。ギン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 になってるから。ギンギンなます。それはお前、それはお前やから。それは男のこの後だから。そういうことあるから、だから説明してください。キンキン生ビールって書かないと。ビールって書かない。こういう視聴者がいるんですよ。こういう視聴者バカが出ちゃうから。バカがいるから、こういう切り取られるから。しか見てないよ。キンキン生ってなるから、監督も一周回って。キンキン生ってよ。はい、はい。こっちはくないですか、デコルテ店の、いいね、ファッションというかさ、いいですね、はいはいはい、まあ、タンクトップでここダラーンって下げた、あー、シンスルーシャツみたいな、はいはいはい、ここめっちゃ見えるの、ほんまにいいよな。確かに脇もいいけど、そんな広いみたいな服入んないですよ。そうそうそう、昔ってさ、悪かったやん、首四角くバッコーって広がる。あー、開いてる開いてる開いてる。あれは人が好きなんよな。あ、そう、ひねり出てくるやつ、キャミソールみたいな、キャミソールの紐が好き。ああ、だからあのダブル紐いいっすよ。ダブル紐めっちゃいい。うん、何と何の紐か分からんけど、なんか日本走ってるやつ。あれめっちゃいいねんな。その流れでいくとやっぱ背中見せもやっぱどんどん流行ってきてる。なんか年かもしれないけど背中結構きてるよね。いるよね。いやだからあれなんかその不意にこうなぞらしてくれるんやったらエロいけどね。いや、そうやねん。触れる、触られへんやん、こっちは。まあそうだね。触ってこそみたいなとこがやっぱあるよな。確かにな。食べさしてほしいよね、街中で。ヒュッて、ちょっと、ちょっと、ほんまにヒュッて、すぐどっか行く。ヒュッてやって、ありがとうって。全部犯罪者やん。やってること。大人になるにつれてさ、背中が感じるのでちょっと学ぶやん。はい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 。途端に背中色くなってる。そういうことなんか。そういうことかな。そういうことか、これ。だって大学生の時にさ、脇舐めるなんていうことあんまやらんやん。もう想定外やん。性感帯だって気づきからエロいんやな。何の目に連れてってる。そのうち足先とかもエロくて最後やばいな。めっちゃムラムラしてるサンダル絡み。足先で、うわ、何言ってんの。最後めっちゃムラムラして死ぬんちゃう。だから死にすぎてやろ。そう、死にすぎてこの世の全てをさ。そんなわけないやろ。そんなわけある。はい、はい、脱ぐことへの抵抗源っていうやつなんですけど、はいはいはい、夏特有なんですけど、全裸になることはあんまりこう嫌がらなくなる。あ、言っちゃった人。そうそうそう。あー、なるほどね。これやっぱ夏ムラはする瞬間だって。暑いからね。そう、なるほどね。なんかそのもうちょっと寒いとか、なんか着たままやりたがる子もなんかこういっぱいになっていく。なるほどね。かいついてるね。そう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 。むしろ汗を見られる方が嫌な女の子。はいはいはい。これはちょっと夏得意なんじゃない。なるほどね。確かにそれはあるかもな。これいいですね。はいはい。はもう多種多様な濡れ髪ですね。ああ、確かに限らずね。そう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 。これだからほんま海とかやったらもう分かりやすい濡れ髪やし、通り雨もあるし。そうだね、通り雨もあるし、最近あのビアガーデンっていう新しい濡れ髪ジャンルも入ってるし。いや、汗で。ああ、汗か。そこでだからそれこそさっきのキンキン生とノースリーと濡れ髪も持ってくるから。そっか、すごいね。やっぱね、夏の野外はエロいぞ。だよね。すごいっすよね。昼も夜もエロいよね。そうやね。フェスとかもあれ集団やるか。そこまでや。危ない。2000Pだからな。やめといてんのにお前。自精神を今褒めてたのに。隠しましたから。Pで。ああ、これじゃん。はい。はい。あの、足指です。え、俺着てるよ。着てるやん。あのサンダル足指。サンダル足指です。お、着てるやん。着てるやん、お前。もじゃ俺そうなんやわ。そうなんやわ。俺普通に興奮してるわ。へぇー、マジで。すごい。足指やっぱ行くんやね。なんかやっぱ性感帯やからやろ。いや、そうかも。舐めてるから。足指って人によって違うから、結構形が爪の感じとか。やっぱなんかいいよねって思う。俺だからほんまお前気ぃつけな、寿命60とかやった。危ないぞお前。ほんまに女体だけじゃないからね。
あ、え、どういうこと？その日野菜コーナーとかもよかった。いやいやいや、そうそうそう、これを使ったらとか考えると。そうそうそう、あ、そういうことか。童貞の時にこんにゃくがエロく見えたやろ。そうそう、あ、確かにな。あんな感じで、その、あ、これってエロなんだ、使えるんだってなったら全部もう増えていくよね。そうそう、何とは言わんけど、野菜コーナーでセクノブレイクするかも。流れてきてみたけど、シクロナの足腰立てなくなるのめっちゃ重いじゃん。マジ笑ったな。あれやばいよね。あれ弟にもそうや言ってたけどな。言ってたよな。だからもう大箱さんもだよな。こうなるとは。それはそうやな。それは僕だそうや。なるとシクロナよな。本家だよ。本家のシクロナ。マジだ。じゃあ江戸時代ぐらいから。箱だけ。倒れてるんだ。すげえ。いいっすか。はい、じゃ海とかいる時なんですけども、水着の上に濡れ白 T ですね。あれだ。いやー、いいですよね。これはいいですよね。SE 入れた。濡れ白 T ガーン。SE 間違ってるで。今の衝撃の音ですよ。あー、下がったか。やったー。こっち側に。これがやっぱりできるんやったらやってほしいですよ。ああ、そうですね。これはいいっすよね。自然と多分できると思う。しかもね、なんか普通に水着をこう着てて上に拾ってきて海入って濡れちゃいましたでもなるから、日焼け対策とか嘘つけばいいですからね。そう、こういう人いくらでも作れるから、これできるんやったらやっといてほしいよね。これやっぱほんまに分かってほしいのは、美味しい A5 ランクのステーキ出た時にソースだけで食いたくなくないですかって話です。はいはいはい、醤油、わさび、塩、コショウってことは、白 T はそのまま切る。なるほど。ここでくくって腹散らする。はいはい、いいですね。脱ぐ、濡らしてまた切る。これでもう4種類です。ちょびのが。そうそう、きっちり。だからこれはもう夏海行ったらもう白 T 持ってかんでも、それは責任としてきっちりやりきってほしい。そうやな。はいはい、疑似ポッチですな。あー、ポッチポッチしてますやんって思って、よくよく見たらただただブラの形でちょっとこうなんか尖ってる刺繍とかでポツってなってるんやけど、でもそれけどもう普通にポッチやんみたいな。ポッチやん。あー、まあまあまあ、あれ思うよな。そう、だから思って、だから一回思って、え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 ってなって見て、なんやブラやん、まあけどポッチやん、細かいな。もうポッチとして見る俺は。もうそれだけ変える。そういうの楽しい。ポジティブ思考に切り替えた。ポジティブやね。うん、夏俺めっちゃポジティブやね。夏はな。夏俺めっちゃポジティブ。これはね、いいね。いい、結構いいよね。うわ、すげえ。うわ、やばいな、音入っちゃうね。俺は通りやね。今びしょ濡れ白 T になっているってことやから、ポジティブに捉えたらね。お前な、マジでな。そう、本当はね。俺はまだ座ってる場合ちゃうね。そうそうそう。はいはいはい、ソフトクリームですね。あー、いったな。忘れたけど、まあノーマルで言うとペロの回復もあるし、こぼれクロティっていう場合もありますからね。あー、今度は上級者やな。あ、そこか。アイスとかちょっとこぼれてついてんの俺好きだからね。あっとかちょっとびっくりもしちゃうし。なるほどな。これけどアイスだけ取ってもちょっと変化があるなと思って。昔は垂れてきたコーンのところをなめ上げが一番ナンバーワンやったんですけど、最近先端パクチオがいいですか。パクチオ。もうお前気持ちよいやん、完全。ああ、怒ってんすよ。生クリームを使ってダメって言うじゃん。ダメなんすよ。お前あんだけ言われてね、最初にやったの本当ですよね。確かにさ、俺は絶対にセーフ。一番前で離れてましたよ。ギン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 。悪意してるだけじゃん。俺も今洗脳されてるぞお前。この人が一番悪意だよ。塩なんて可愛いよ。塩はもうエロから取ってきてるやん。そうっすね。連想してエロじゃなくてエロ間違いも見ちゃったから。俺はもう全然別に日常の日常間違いの気分。エロ間違い、エロ間違い。まだリクス読んで取ってきてるから。私こんなパサで入ってるもんね、絶対に。ないから。チャンネル登録よろしく。
ということで、はい、ブラブラする20でした。はい、でも年を取るにつれてね、脇とか、うん、背中にちょっとおもろいですね、変わってくもんですね、見るところもね、またね、まあもちろんね、胸チラとかはね、相変わらずなんですけどね、やっぱ出すまでもないっていうところなんですね、もう。そうやな、そうなってきたよな。そうですね、でも夏はなんかその胸って結構あれですよね、冬の方がムラムラするんですよ、出やすく低いよね。だからさ、冬の脇とかやばいのかもね、見えた時にコート脱いだ時に家で脱いでとか結構やばくない？ああ、そうそうそう、確かにギャップというかね、確かに隠れてるものが見えるっていうこと、レアのっていう音が好きだと思うんだよね。そうやな、音がレア好きやから、音がレア好きだから、このシリーズね、本当にもう3、4回出してると思うんで、よかったらそっちも合わせて見てみてください。僕の成長も楽しんでください。はい、ということで今回はでした。ありがとうございました。今日も動画見てくれてありがとう。インスタ、ツイッターなど各種 SNS やってます。概要欄からフォローよろしく、チャンネル登録もお願いします。ということで今日も一日お疲れ様。